それで雲海のモーグリ族にこき使われたのか。なるほど、あのラッパは君の苦労の結晶だったわけだ。君の旅の話は飽きないな。報告として聞いた時とは違う発見がある。ずっとこの地で生きてきたというのに、君の目を通してみるとまるで別世界のようだ。いいものだな、旅というのは。まさか誘ってくれるのか。実は私も先にドラバニア雲海で見た風景を思い出しては、まだ見ぬ地を目指してみたいものだと思っていたな。喜んで君の誘いを受けたいと思うのだが、今まだ議長を引き受けたばかりの身。それはいつかの夢にとっておくことにしよう。君に助けられて、今やっとこの国は真の変革を迎えることができた。だが共和制への移行ですら変革のたった一歩に過ぎない。これからのイシュガルドは制度の面のみならず、民一人一人が変わらねばならない時期を迎えるはずだ。私の生きているうちに果たして安定するものか。先が見えない道だが、戦いに散った者のためにも進んでいこう。何よりこの目には今も蛇竜に向かって進む君の背中がしかと焼き付いているのだ。それを追わずに立ち止まることなどできるはずがないだろう。今新設された議会では他国とどのように協力関係を築くべきか議論が進められている。無論当面は国内の平定が最優先ではあるが、先の合同演習についての恩もある。できることから協力をしていきたい。他ならぬ君にもだ。君に報いることが暁だけでなく、三国ひいてはエオルスヤへの恩返しになるだろう。この地の民の誰もがそう信じて疑わないほどのことを君はやり遂げてくれたということだ。本当にありがとう。ところで、これは
議長としてではなく、ごく個人的な興味なのだが、君はこれからどうするつもりだ。暁としての目的というより、君自身の思いを聞かせてくれないか。